今日の8ビットニュース、一般の皆さんと共にニュースを発信していこうという取り組みで、皆さんに成り代わってモーニングクロスでバンバン映像を紹介していきます。デモの様子が2つ入ってきました。まずはこちら、ロサンゼルスからアメリカのトランプ次期大統領への抗議デモの様子です。まあ、連日各地で抗議デモが続いていて、一部では暴徒化して逮捕者を出すなど問題にもなり始めました。日本時間の11日、ロサンゼルス市中心部のグランドセントラルマーケット前の大通りで、抗議行動が行われ、デモは UCLA の学生たち、カリフォルニア大学の学生たちなどを合わせて参加人数は1000人余りと、彼らは私たちの大統領ではないと叫びながら沿道の人々に思いをぶつけて、近くのカフェでその様子を見ていた人たちもそうだと声援を送っていたということです。カリフォルニアはヒラリーが取りましたが、その中にも濃淡があります。そうした中で UCL 学生たちの声ですね、これがどのように今後乗り越えられるのかと、分断は分断のままなのか激化していくのかと。そしてもう一つ、韓国です。大規模抗議集会が開かれました。12日午後4時30分、韓国ソウルのプラザホテル前の様子です。パク政権打倒を叫ぶデモは12日午前から人々が集まり始めて、警察発表ではおよそ26万人が集まったということです。今回のデモは労働組合の組合員やソウル市民だけではなくて、地方在住の人たちも多く参加していて、各地方から貸切バスを使ってデモに参加していました。映像などを見ると、上りなども立っていて、各地の労働組合の皆さんも、バスに乗って結集してきたと。逆に言うと労働組合もいろいろ濃淡があるんですけども、パククネ政権だっていうことで一致団結している部分もありますよね。高橋純一さんと、僕のスタイリストのリンさんがソウルに仕事行った時にバッと撮ってきてくれたということで、みんなで力を合わせて発信していきましょう。エトビットニュース以上です。やりがいにね、ちょっと依存してしまったかもしれない。使えるものは何でも。いやいやいや、そんなことない。皆さんの発信をサポートしていきたいと思います。